彼が通るかもしれない場所は全てチェックした。アスター社長に報告を忘れるな。ほら、ね、ですよ、ナイス。あI think I'll just put my camera or my face right over at this position for now. Hello? ベース部分以外の問題の後で処理するとして。ああ、貴様か。Are you busy? すまない。こんなところを見せてしまって。緊急の要請があってな。貴様が来る前に処理を終わらせるつもりだったんだが、この話はやめよう。ほら、これをやる。朝に作ってずっと保温しておいたんだ。 A gift? あ、嫌でなければ受け取ってくれ。何を送ろうか悩んでいたんだが、やっぱり自分の得意なものが一番だと思って。お嬢様はこれが好きなんだ。貴様にも気に入ってもらえたら嬉しい。周囲が騒がしくてすまない。ここはプレゼントを贈るのにふさわしい場ではなかったな。本当ならもっと静かな場所で貴様の感想を聞きたかったんだが。どこ見ればあれ？お嬢様がおっしゃっていたんだ。感謝は誠意を持って伝えるべきだと。ただ残念なことに、最後は少し急ぎ足になってしまった。今日、ある大物から、突然、宇宙ステーションを訪問したいと申し出があったんだ。あまりにも唐突だったから、みんな少し慌てている。しっかり接待しなければ、ミス・ヘルタのイメージを損ねてしまう。アスターお嬢様が、客人は、ミス・ヘルタの学術仲間だとおっしゃっていた。彼女と渡り合えるなんて、銀河の中でも実力がある人物に違いない。もう時間だ。そろそろ客人が到着する頃だろう。貴様も興味があるならあの人並みについていくといい。俺とお嬢様は後から合流する。 OK Let's do this. So he begins the Punk Lord mentality story quest.So let's just sit right here. Oh, cutscene. あの客人って準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、マスターさん。 Hello there. 申し訳ありません。スクローラム、予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。とんでもありません、スクリューガム様。ようこそ宇宙ステーションヘルタへ。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。様など使わなくとも結構です。ヘルタは知識が集結する場所。ここでは地層の平等を賛美しましょう。有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だ。あなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速い。ありがとうございます、スクリューガムさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。前回のサミットの後、シリコンベースマトリックスに基づくいくつかの新しい研究プロジェクトを立ち上げたんです。ぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへ、ご案内します。はい。こちらの方は。Hello there. こんにちは、ミスター。
あなたが最近よくヘルタさんの話題に上がっている方ですね。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。これから先お互いを理解し合い、この疑問の答えを見つける時間があると良いのですが。すまない、本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。Go ahead. ああ、じゃあ俺は先に失礼する。I think I should be fine with this current setup. What's with the hurter hologram though? What the hell?おかしいですね。この辺にあるはずなのに。まさかミス・ヘルタの肖像画の中に隠されているとか。おや、僕に何か用ですか。フロントならここを出てまっすぐ行ったところに。What are you doing? 待ってください、あなたのことは知っています。さっきアーランさんとお話しされているところを見ました。あなたがミス・ヘルタが注目していると噂の新顔なんでしょう。先に自己紹介をしておきましょう。僕はレオナード、この宇宙ステーションのネットセキュリティエンジニアです。知っているかと思いますが、つい最近ここは反物質レギオンの襲撃に遭いました。あの騒動で各部分のメイン制御システムもダウンしてしまったんです。現在宇宙ステーションは復興の最中。僕の役割は各設備を修復してここのネットセキュリティを復旧させることなのですが、復旧作業の過程で複数の異常が見つかりまして、訪問ログを調べたところ、メイン制御システムがダウンしていた間、レギオン以外の第三者が侵入していたことが分かったんです。 The Stellaron Hunters? はい、その可能性が高いと思います。僕たちは性格ハンターではないかと疑っています。彼らは危険な集団で神出鬼没、カンパニーが指名手配していることでも有名ですから。中にはパンクロード生まれのスーパーハッカーもいるそうです。情けない話ですが、すでに彼女には一度してやられているんですよね。この前調査の過程で彼女の足取りをつかんだんです。手がかりをたどって相手の動向を探るつもりだったのに、逆に彼女の罠にはまって返り討ちにあってしまって。その後どうなったと思いますか。彼女は僕のデバイスをハッキングして、たくさんの人にスパムメッセージを送った挙句、宇宙ステーション全体を相手取ったゲームを開催して、みんなにレオナードという間抜けがやらかしたと言いぐらしたんです。おう、はあ、今は事態も収拾していますし、この話はやめましょう。当時は責任を追及されることも覚悟していましたが、ミス・ヘルタは寛大にも調査を続けることを許してくださいました。まさに不幸中の幸いというやつですね。 Congratulations. ありがとうございます。まあ僕も予想していなかったんですけどね。本来であれば宇宙ステーションの業務はアスター所長が手配するので、ミス・ヘルタが直々に指示を出すところは初めて見ました。とにかく上長から与えられたチャンスを無限にするわけにはいきません。功績を上げれば名誉挽回できる可能性だってありますし、なので今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにしました。侵入者の移動経路を復元する手がかりを見つけられれば、これまで見逃していたことを発見できるかもしれません。そのために読解プログラムを設計したんです。ほらカメラのように見えますが、これは探索機なんですよ。これさえあれば隠された痕跡の一部を見ることができるんです。そう、例えばこんな風に。 Leonard aims the detector at the wall. Something seems to appear on the wall. What? おと、これは A drop of water?一滴の水？
僕には一滴の汗のように見えますが。信じられない。どうしてこんなものが宇宙ステーションに？いくらスタッフたちに考えがあったとしても、壁に落書きをするとは思えません。ましてや、一滴の汗なんて。これが僕たちの探している怪しい痕跡なのでしょうか？予想していたものとは少し違いますが。It's pretty suspicious. 少し考える時間をください。あ、わかりました。これは電子落書きですよ。パンクロードのイメージとも一致しています。僕の推測が正しければ、これには何らかの暗号化が施されているはず。もう一度解読すれば、今度こそ本当の痕跡が見えてくるでしょう。What does this have to do with me? それは難しい質問ですね。会話が自然に進みすぎてすっかり忘れていました。その最近はストレスが溜まっていて無意識に仲間が欲しいと思っていたのかもしれません。それにもし本当に性格ハンターに関する手がかりを見つけられたらあなたの役にも立つでしょ。Well, とにかく僕を助けると思って手を貸してください。そんなに時間は取らせませんから、ほら早く壁の落書きにピントを合わせてみましょう。Investigate the suspicious graffiti which is scan. Some blinking blue patterns started to appear. What the hell? Suddenly, the pattern imploded and engulfed its surrounding sound and color. Something inside seems to be breaking out from it. Okay. What? どうしてここにボイドレンジャーが？同点元気。あれだ、オートバトルラリースコース。おやすみ。逃がさない。なんか回復もない。殴ったね。た。ポン。うちのとっておきを食らえ。I asked for AOE, not single target. 同点元気、超無一角。逃がさない。Okay, battle's over. びっくりした。見ましたか？ここから何か飛び出したと思ったらボイドレンジャーが現れました。 There seems to be an extra person. でも見てください、僕が推測した通りこの落書きは暗号化されていました。解読すれば隠された情報を見ることができます。監視システムに彼女の姿が映っていますね。勤労カンパニーの指名手配写真と相違ありません。何をしているのか見てみましょう。Okay. これは転送ビーコン？あ、なるほど。おそらく彼女は侵入した際に反物質レギオンと衝突してしまい、このビーコンを使ってレギオンを別の場所に転送したのでしょう。さっきはうっかりビーコンを起動させて転送されたレギオンを呼び戻してしまったんですね。いやー、驚きました。性格ハンターってこんなことまでできるんですか？ピアツーピアは動力源のサポートを必要としない。つまり計算だけでビーコン転送を実現したということ。だから宇宙ステーションに侵入できたのですね。この能力の高さ、ミスヘルタのオフィスも安全とは言えないかもしれません。 Oh shoot. 落ち込まずにはいられませんよ。あなたがいなければ僕は今頃地面に転がっていたでしょう。だから僕にとってあなたと一緒に行動することは本当に大切なんです。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。 Alright, let's continue to track Silver Wolf Star. ほら前にクエスチョンマークまでつけるなんて完全に僕たちをからかっていますね。スキャン
Get ready. Oh. 彼女はベース部分に向かったようです。まあ当然かもしれませんね。道は一本しかありませんから。あれ、消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになっていますね。ここでしばらく立ち止まっていたのかもしれません。周囲を探してみましょう。There's one around here. Oh, this one. 今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。随分と余裕がありますね。器物のリストを見ているのでしょうか？この様子だとしばらくの間この部屋にとどまっていたようですね。誰かを待っていたのかもしれません。それから何が起きたのかはわからないので他の場所も探してみましょう。 OK Let's look for more clues. There's one around over here. こんなところに落書きを残すなんて敵ながらあっぱれですね。まるで彼女とゲームをしているような気分になります。少しずつ点と点がつながっていく。 I'll just go with my... これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキングする際、故意に何らかの痕跡を残して発見されるのを待つという伝統があるそうです。まるで挑戦状みたいですよね。彼らはそれをパンクロードの精神と呼んでいるそうです。矛を交えるからこそ勝敗があり、勝敗があるからこそ面白い。人生をゲームとみなして楽しくプレイすることが最も重要だそうですよ。そういった考え方は理解できませんが、今の状況から察するにこの落書きも僕たちが追跡できるよう故意に残したのかもしれませんね。この前もあと少しというところまで行ったのに、最後のデータ攻防戦でボロ負けしてしまって。Let's focus on the work at hand. あなたの言う通りですね。もう過去の失敗を引きずるのはやめにします。ありがとうございます。あ、彼女が先に進むようです。早く後を追いましょう。On to the wait.この方向はどうやら仲間と一緒に監視室に行くようです。 Let's check this graffiti. You guys are looking mine. 行こう。店の身分データはもう登録してある。 Fake ID? なるほど。自分が先に侵入して他の仲間が正面から入れるよう手配する、典型的なハッカーの手口ですね。どれどれ、使用した名前はカーニウェル・レオナード。 That's your name, right? レオナード・コルフウェル。これは僕の名前です。彼女は僕の身分データを盗用したんですよ。このログ、定期メンテナンスの時は気づきませんでした。自分の名前だからと無意識のうちに飛ばしてしまったのかも。なんて狡猾なんだ。Jesus, sneaky one. 全くですよ。And just like that, I got myself, I got an achievement. Okay, looks like I left the safe zone.Let's keep going from here now and hopefully I don't encounter any enemies over here. Wait, is that a... また落書き。一つとして同じ落書きがないなんて本当に芸が細かいですね。 Well, let's get the graffiti.うん、この記録は破損しているのかもしれません。ウェイ、彼女壁を通り抜けて消えてしまいました。 I remember this scene.
She teleported herself? その可能性は低いと思います。ほら、明らかに壁を通り抜ける瞬間が映っているでしょ。待ってください。わかりました。これはおそらく器物の効果です。きっとここにはデフォルトで設定されたフォールドスペースがあって、それを侵入者が見つけて利用したんですよ。Yes, and they went like, ずっと器物のリストを見ていたわけだ。このスペースは正確の収容場所につながっているに違いありません。何か覚えていませんか？あなたはそこで正確を体内に入れられたのでしょう？何か言いましたか？それにしても、彼女たちの目的が正確なら、どうしてあなたを置き去りにしたのでしょうか。彼女ほどの実力があれば、ビーコンを一つ増やすだけで、あなたを連れて逃げられたでしょうに。いや、this is still a mystery. And what? おや、ここには落書きがない。困りましたね。手がかりが途切れてしまいました。Hold on, why is that gun over there?どうにも理解できません。彼女は本当に何もせずにここを去ったのでしょうか。遠路はるばるやってきて何も持ち出さないどころか何も残さないなんて。性格ハンターってこんなにスマートなんですか？ああ、いえ、彼女たちはあなたを置いていったんでしたね。その、少し変に聞こえるかもしれませんが、僕が言いたいのは、見知らぬ場所で目を覚ますのはきっと辛いでしょうということです。どうやら彼女たちの目的は単純なものではないようです。あなたの助けになるような手がかりが見つかるといいのですが、そうでなければただ時間を浪費させたことになってしまいますので申し訳が立ちません。口に出したせいで余計に不安になってきました。僕にもできることを探さないと。ああ、ここに採点銃がある。僕は一体何点を取れるのでしょうか。Oh, it's called a rating pistol. Okay. ああ、これを見てください。採点銃の収容場所に奇妙な訪問ログが残っています。Okay. 時間はちょうどレギオンが侵入した頃ですね。スタッフたちは避難していたはずですから、これは彼女たちが残したログかもしれません。彼女たちは宇宙ステーションを離れたわけではなかった。あなたの体内に性格を入れた後、ここに残って採点銃で遊んでいたとか。もしかして少し気になることを思い出しました。一緒に反対側の器物収容室に来てください。 OK Head to the curio collection room at the other end. Got it. So let me check the map first. OK So it's the other side of the buildingSector clear. やっぱり彼女はここに来ています。Oh, the sticker. Oh, this one. Yeah, this sticker. She was here.さっき思い出したのですが、ミス・ヘルタのコレクションの中にパンクロードの精神と呼ばれるゲームカセットがあったんです。ゲームカセット？あなたも思い当たる節があるようですね。実はそのカセットは行方不明の器物のリストに入っているんですよ。この2つの出来事は無関係だと思っていたのですが、あのハッカーが性格ハンターとしての任務以外に個人的な目的を持っていたのだとしたら、分かった、分かりましたよ。性格ハンターとしての行動は彼女にとって一種のカモフラージュに過ぎなかったんです。Okay. She was actually after the curio? その通りです。彼女が器物のリストを気にしていたのも、任務完了後に宇宙ステーションに留まっていたのも、器物が彼女の目的だったからに違いありません。性格ハンターとしての行動を僕たちが調査する際の目くらましにするなんて。
すごい。さすがはパンクロードの出身といったところでしょうか。あ、ですが、一つ気になる点があります。器物はミス・ヘルタが何よりも大切にしているもの。そのため、すべての訪問申請は主制御室のコンピューターを介して彼女のオフィスに送られるのですが、以前、あるスタッフが申請をせずにミス・ヘルタに秘密で器物の研究をしようとしたときは、あっけなく彼女に見つかってしまったんです。I have a bad feeling about this. 僕もです。もしミス・ヘルタが何の反応も示さなかったとすれば、考えられる可能性は一つだけ。それは、主制御室がハッキングされたということです。急いで確かめに行きましょう。Right. Next stop, main control room. Which is... Is there a teleport room? Can I just teleport around here?待って、動かないでください。宇宙ステーションのスクリーンを見るとゾクゾクしてしまいます。レオナード、僕に調べさせてください。Found yourself already. なんてことだ。訪問ログだけでなく全ての端末の通信が遮断されています。以前はレギオンの仕業だと思っていたのですが。 Do we need to do a restart? まずはやるべきことをやりましょう。 Okay. でも少し変ですね。彼女は端末の通信を一時的に遮断したのに、ローカルデータには手を触れていないようです。全く理解できません。性格ハンターなのに性格を持っていかない、ハッカーなのにローカルデータを消さない。おや、ここに外部インターフェースがありますね。念のために調べてみましょうか。 It might be a trap.大丈夫、僕こういうの得意なんですよ。このプロトコルを見てください。 As you fear, a burst of light shines and the enemy appears. Fight time. I'll just let the auto battle run in front of us. 逃がさない。殴ったね。同点元気、超無一角。ハッ11,000 hit damage。 うちのとっておきを食らえ。おやすみ。 That is over. Moving on to the next. ほら、僕の言った通りでしょ。あのハッカーが残したローカルデータにはやっぱり何か仕込まれていた。Yeah, yeah.今なら器物の出し入れ記録を調べられ。あれ、おかしいですね。この器物、宇宙ステーションから持ち出されていないみたいです。ん？ She didn't take the curio either? 結論から言えばそうなりますね。記録によると、この器物はミス・ヘルタのオフィスに持ち込まれた後に消えてしまったとしか。ああ、混乱してきました。人狼は何がしたかったのでしょう。まさか、この落書きは本当に僕たちをからかうためのもの？ああ、いけない。こんな風に考えたら負けですね。たとえ最後の手がかりしか残っていなくても、調査を続けなければ。さもないと、僕の首が飛びかねません。OK。So...Vector reindeer in Rainbow City, blah 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 blah. Question mark, blah 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 blah. Silent words. View unlock graffitis. Story mode. During the Star Hunt game event, complete the companion mode partner mentality in story mode to receive graffiti and activate graffiti markers. Select the graffiti marker to perform light cone analysis. Complete the analysis to obtain the light cone.Before the tutorial mission starts, click to start making graffitis. You can use graffitis to create sprays. Close. Collect all graffitis to receive the event light cone. Okay. Select the
I will team graffiti. Analysis progress can be viewed here. Back. View arcade challenge? During the Star Hunt game event, complete the arcade challenge to receive Always Smiling, which is used to exchange for rewards such as super imposition materials in the event shop. Follow the signs to find the hidden graffiti and interact with them to receive the corresponding rewards. Follow the signs to find the photo subjects and interact with them to receive the corresponding rewards. During the Star Hunt game event, complete sealed sectors at designated difficulties to receive extra rewards. Okay. So that's like what, a total of 3 volumes, okay. Back slowly more. So what? I have to find like what? 5 more? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5 more. Missions. Let's just head back for now. What about the store? Coins, never mind. Okay, let's head to Hertha's office. 絶対にダメ。もう一度だけ言うけど、ルアン・メイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するって？ありえないから。ヘルタさん。これは私が決めたことなのです。質問。このプロジェクトに我々がつぎ込んだものは、何百というシステム時間と惑星一つ分の資源、そして宇宙の最先端技術です。そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑、数え切れないほどのエラーです。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることができないかと考え、模擬宇宙を定義しました。しかし今の模擬宇宙のあり方はその目標から逸脱しているではありませんか。模擬宇宙にはエラーが必要。あなたが言ったことじゃない。現状の模擬宇宙はあなたの言葉と完全に一致してる。何が不満なの？私は知識の本流を評価していますが、模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約書になっている状態を認めることはできません。ヘルタさん、考えてみてください。このプロジェクトはどれだけの喜びをあなたにもたらしましたか。そしてどれだけあなたを失望させましたか。模擬宇宙は私を失望させたことなんてない。私を失望させているのはあなたでしょ。自分が偉いとでも思ってるの？今のあなたはまるでグロークラブの一員みたい。Someone for the Ninja Society? ヘルタさん、私はあなたに疑問を抱いているわけでもなければ、あなたが模擬宇宙のためにしてきた努力を否定するつもりもありません。ただ知識やインスピレーションが自由に育つ空間を与えたいだけなのです。もういい。やりたくないならやめればいい。自分で残りの二人に話をつけてきて。ああ、あなたの技術も一緒に持って行ってね。別に惜しいものじゃないから。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤鼻の老人を探すことにする。博識学会に声をかけたっていい。少なくとも彼らは途中で投げ出したりしない。スクリューガム、私たちは知り合って長いけど、あなたのことを初めて冷たい鉄だと思った。Whoa, what the hell?
Okay. Anyhow, let's talk with Mr. Screwlum right over here. 申し訳ありません。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。What happened? ことの発端は私が一方的に学術協力を打ち切りたいと申し出たのです。誤解しないでください。私は彼女やプロジェクトに異論があるわけではありません。模擬宇宙は偉大な実験であり、ヘルタさんは紛れもない天才です。Mm-hmm. しかしながら、長期にわたる研究の過程で意見が食い違うことが増えましてね。意見の相違は往々にして変質を生み、知識形成の妨げになることもある。Okay. 諸子を離れてしまった協力関係ならやめるべきでしょう。感情面ではヘルタさんを信じたいと思っていますが、客観的に考えるとこの関係は終わらせなければならないのです。彼女の精神状態が心配ですか？I'm more worried about the mental state of the researchers. ユーモラスな回答ありがとうございます。おかげさまで雰囲気が和らぎました。有機生命体の感情は潮の満ち引きのようなもの。それを見極められなかった私が悪いのです。しばらく彼女を一人にしておきましょう。感情の波が落ち着けば今後の話し合いもスムーズに進むでしょうから。あなたは模擬宇宙に用があってここに来たのですよね。それでしたら私でも助けになれると思います。なるほど。検索、密林の奥のかがり火、星々を指す孤独な石鹸、パンクロードの精神。友よ、それは普通の器物ではありません。Okay. それはとある巡回レンジャーが宇宙に向けて書いたラブレターです。あなたはパンクロードについてどのくらい知っていますか？Not much. パンクロードはデータとテキストで構成された星。そこでは現実と幻想の境界が昼夜のように曖昧になっています。そしてパンクロードのハッカーたちが現実を編集するためのチップ、エーテルカセットには彼らの世界を認識し、それを書き換える方法が記録されているのです。エーテルカセットはハッカーの生命の記録であり、存在の証明でもある。この宇宙ステーションに収容されているカセットは伝説と謳われた人物のものでした。とある起源によって巡回レンジャーとなった彼は長い年月をかけて広い宇宙を縦横無尽に駆け巡り、多くの奇人や奇妙な出来事を目の当たりにしました。その中にはカンパニーや博識学会が記録していない内容も含まれています。だからこそそれは模擬宇宙の膨大な演算資料の一部となっているのです。心配は無用です、友よ。このカセットは宇宙ステーションを離れたりしていません。 OK。 先ほども少し触れましたが、模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料。そのため中のデータは抽出され、宇宙モデルの演算に組み込まれています。おそらくですが、これはヘルタさんが気まぐれに決めたことなのでしょう。誰にも知らせなかったためにカセットは行方不明のリストに加えられてしまったのです。 So it was a false alarm? あなたの心配もわかります。相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのなら、まず間違いなく模擬宇宙が次のターゲットでしょう。So is that the reason why Screwlum wanted to shut down the simulated universe? 私も今回の調査に少しばかり貢献させてください。ご存知のように、模擬宇宙は一時的に閉鎖される予定です。私とヘルタさんが明確な結論を導き出すまで、その閉鎖は続き、再起動されることはありません。そう。今がカセットのデータを調べる最後のチャンスなのです。私は模擬宇宙における自身の特異性を生かして
あなた方にできる限りのサポートを提供しましょう。これは模擬宇宙を一方的に閉鎖することに対する謝罪の意でもあります。以上が私の提案です。どうかご検討ください。 So what's next?Okay, before that, let me talk to Leona first, because it's optional. Kiki Mosta Ka? Bokwa, odoroki sugi de kotoba ga demasen deshita. Mogi Uchu o heisa? Are wa Miss Helta no juuyou project desu yo! Sore ga naku naru nante, kanojo, donna ni ikari kuru ka?OK, OK, I get it. これって僕のせいだったりするんでしょうか？僕が敵の侵入を阻止していれば、スクリューガムさんも悲観的にならずに済んだのでは？ Let's focus on what's in front of us. I... あなたの言う通りですね。自分には何もできないような気がして、悔しい。でも、自分を責めてばかりいても仕方がありません。僕たちはカセットのために来たのですから、せめてこの件で結果を出さなければ。スクリューガムさんの話から察するに、これから模擬宇宙の中に入って調査するんですよね。Yes. 今回、おそらく僕は同行できません。なので、オフィスに残ってスクリューガムさんがシステム内部のデータフローを監視するのを手伝います。緊張する。こんなに大きなプロジェクトに参加するのは初めてなんです。でもあなたのためにも頑張ります。 Enter the simulated universe with school himself. Okay, got it. Let's do this. 準備はいいですか？ Let's do this. はい、行きましょう。今回は通常とは異なる方法であなたを模擬宇宙に送り込むので、いつもとは違う感覚がするかもしれません。これにより我々は模擬宇宙の膨大なデータの中から素早くカセットの位置を特定することができます。このデータリンクから始めましょう。意識を潜らせる準備をしてください。Okay, I'm gonna need recommended team level 68. What in the hell? Whatever, just bring it. Okay. Recommended type is, Quantum. And earlier on I saw a physical, right? So March will be my shield. No. I'll screw it. I'll just begin March, and then I'm gonna Bailu will be my healer. Main Yan Mengai. Screw it. Yeah.Let's do this. You feel a ripple, a great weightlessness that makes you lose control of your limb, and in a flurry of symbols and code, you wake up with a jolt. This is the simulated universe. 大丈夫ですか? I'm fine. 現在、あなたはエーテルカセットがあるデータリンクの中にいます。周囲を確認して、何か発見があれば教えてください。Silver Wolf's in front of me. ハッカーですか?結論、それは模擬宇宙の記録から生成されたホログラフィー。そこでは、すべての変数が保存されているのです。もちろん、部外者の足跡も例外ではありません。あなた方の言う通り、敵は模擬宇宙の深部まで入り込み、エーテルカセットがあるデータリンクの目前まで迫っていた。我々が見ているのはその時の映像でしょう。
その場から動かないでください。この記録を利用できないか試してみましょう。ちょっと、あなた、どうしてずっとこっちを見てるの？ Wait. It speaks. 模擬宇宙のフローを進めたのですよ。これは過去の記録。Oh, okay. 彼女はあなたに話しかけているわけではありません。彼女の言葉を遮らないよう耳を傾けてみてください。Okay. もしかしたら、何らかの収穫を得られるかもしれません。Got it. まず、恋焦がれてるわけじゃない。あのカセットはパンクロードの教科書と大差ない。そんな誰でも知っているものに興味なんてない。次に、あれはゲームのレーザーディスクじゃない。あれはエーテルカセット。ハッカーの第二の目、第二の脳、第二の心臓みたいなもの。今の説明で理解できた？そのカセットがあれば、彼が映画の試写会で食べた4粒目のミックスポップコーンの味までわかる。それくらいすごいものなの。最後に、もう一度言っておくけど、私はカセットに恋焦がれてるわけじゃない。こうして長々と話してるのは、カセットの凄さを説明するため。わかった、カフカ。じゃあ、先に進もう。少し急いだ方がいい。ここはさっきまでいた宇宙ステーションと違って、正真正銘天才クラブのテリトリーだから。今の会話から察するに、模擬宇宙に侵入したのは2人だったようですね。ハッカーと彼女の仲間、実に興味深い。次は何が起こるのか確かめてみましょう。あなたを同行者の視点に組み込みました。この状態なら彼女もあなたの行動に反応を示すでしょう。Okay. Let's do this. 100%. ガツンと来るやつで行こう。ルールは破るためにある。 Well, that was fast. Continuing. Huh?ガツンと来るやつで行こう。よいしょ。ガツンと来るやつで行こう。2倍速ってこんなもん。分かれ道？大したことないけど。どっちか選んでみる。あなたの好きな直感とやらで。Is she telling me to choose? 正確に言うと、彼女は仲間に選択を迫っているのです。あなたが何もしなくても、この記録は先に進みますよ。Okay. ブッブー。正解は右側でした。So...Domain occurrence. What is this? まずい。これはおとりの信号だった。ヘルタのやつ、こんなものを模擬宇宙に設置するなんて、自分が資料を探すときに面倒だと思わないわけ？まあいいや。これは私の計算ミス。セクターを変えて試してみよう。It doesn't seem to be going well. 彼女は正しい道を進んでいます。ただ、まだ道の途中にいるだけ。しばらくすれば、彼女もそのことに気がつくでしょう。You seem to know her really well. 縁あって、一度だけ会ったことがあるんですよ。性格ハンター、銀狼。彼女とは過去に、一線を交えたことがあるのです。その場にはヘルタさんもいましたので、彼女から何か聞いているかもしれませんね。Was it I have no recollection, so I'm just gonna call it a draw. あれは勝負というより
敵情視察に近かったと記憶しています。彼女が攻め、私は守り、勝負がつかないまま双方とも相手の出方を伺っていた。彼女は海崎艦級の防御を突破できず、私も彼女が立ち去るのを止められなかった。今日このような形で再会するとは思ってもみませんでした。前回の戦いの続きがもうすぐ始まるでしょう。なんだ、やっぱりこの道が正しかった。ヘルタのやつ心理戦なんかするんだ。どうやら先に進むことができそうですね。OK. So the next one will be over here. うわ、また宇宙ステーションに戻ってきた。それに、これって謎解き？スキップしちゃおう。OK.Let's go deep into the simulator in ski group. Gatsun to kuru yatsu de iko. Yoisho. One more hit. Rule wa yaburu tame ni aru. Okay, next.ガツンと来るやつで行こう。トリア。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。シスケシスデニッシュ。ガツンと来るやつで行こう。うちのとっておきをくらえ。ガツンと来るやつで行こう。And battle's over. Next stop will be this green color thing right here. やっと終点に到着。こんなところにミニヘルタがいる。もしかしなくても、ヘルタってナルシスト？宇宙ステーションの至るところに彼女がいる。肖像画、彫刻、それに大量の投影まで。彼女の顔にヒゲでも描いてあげようかと思ったのに、落書きができない。変なの、宇宙ステーションの防御はペラペラなのに、どうして彼女の写真だけ厳重に管理されてるわけ？エレベーターホールの肖像画のことでしょうね。ヘルタさんから暗号化ツールの設計を依頼されたことがあった。きっとそれが使われているのでしょう。She's almost at the destination. はい。エーテルカセットは次の部屋にあります。我々の追跡もそろそろ終わりそうですね。Right. I have a strange feeling about this. ええ。今回の追跡を始めた時から、この違和感はつきまとっていました。The pursuit doesn't feel long, though. 彼女は確かに性格のためにやってきましたが、器物に対して強い関心を示していた。そして我々がエーテルカセットの存在に気づいた後、彼女はタイミングよく模擬宇宙の中に現れた。我々が彼女を追跡しているのではなく、彼女が我々の進路に現れているかのようだ。とある話を思い出しました。パンクロードにおいて落書きは特別なシンボルだと言われているそうです。彼らは現実を壮大なゲームとみなし、生命のクリアを追い求めているのだと。勝負のために、あるいは喜びのために、彼らは訪れた場所に自分の印を残していく。一つ一つの図案が長い旅をつなぎ合わせ、生命のゲームを作り上げるのです。今の状況と似ていると思いませんか？彼女が工夫を凝らしているのも、我々と子供じみたゲームをするためかもしれません。最後まで彼女に付き合ってあげましょう。
Okay, where is she heading next? Domain boss? Okay. 一視同時にな。ガツンとくるやつで行こう。All of the auto, auto, what do you call it? The auto attack run is paused. ルールは破るためにある。ガツンとくるやつで行こう。Broke.And now he has four weaknesses. Gatsun to kuru yatsu de iko. Gatsun to kuru yatsu de iko. Hmm? Hmm. 2倍速ってこんなもん。 6k 2 damage. Somebody please break her.ご覧ください。ついに見つけました。エーテルカセットは無傷でここに存在しています。Something's not right. それはもちろん、この状況にそぐわない第三者がいるからでしょうね。私たちが見ている印籠が過去の映像だとすると、彼女はここにたどり着けなかったはずです。そうでなければ、カセットが無事であるはずがありません。つまり仮説と事実が矛盾しているということです。私が思うに、彼女はヘルタさんのオフィスに侵入したものの、長くとどまったりはしなかったのでしょう。模擬宇宙の膨大なデータが相手では、どれほど優秀なハッカーであっても短時間でターゲットを見つけることは不可能。ただし、ただし優秀なガイドがいる場合を除いて。 It speaks. まずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど、彼の頭の上にハテナマークがたくさん浮かんでる。いいですか。結論はあなたの目の前にある。よく観察してみてください。 Display table? 今日は時間がたっぷりありますので、あなたの質問には何でも答えましょう。So, she's actually... ご明察。あなたの目の前にいるのが本日の主役です。Okay. 彼女はオフィスにバックドアを残していたのでしょう。そしてあなたが模擬宇宙に入ったと同時にハッキングを行い、何らかの方法で我々に同行した。優れた役者だと言わざるを得ませんね。虚構の中に真実を紛れ込ませる手法は昔から最も効果的であるとされています。 Okay. So the graffiti was big? 落書きはデータの双方向通信路のようなものだと思ってください。あなた方は彼女の残した痕跡をたどることができる。そして彼女は落書きの消失であなた方の進路を監視できるというわけです。おそらく宇宙ステーションに侵入した時には、すでに今回の計画を練っていたのでしょう。落書きを配置したのも、バックドアを残したのも、チャンスが訪れるのを待つためだったのです。You knew everything from the start? 申し訳ありません。ヘルタさんから、事前にいかなる情報を漏らすことも禁じられていたもので、彼女は言っていました。この計画で重要なのは知恵ではなく無知なのだと。しかし私が思うに最も重要なのは執念と誠実さでしょう。レオナードさんの一挙手一投足が相手を引きつけたことは間違いありません。Okay, I don't have any other questions. それで、こたびの模擬宇宙の旅はご満足いただけましたか、ミス・銀狼。ん？あなた、
とっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたとても光栄に思います。Damn. ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は常に的確ですね。つまりなんちゃら宇宙を閉鎖するのもヘルタと口喧嘩したのも私を懲らしめるための演技だったってこと？わお。どう受け取るかはあなた次第です。ただ私とヘルタさんは率直に物を言うたちですし、あの程度の意見交換は日常茶飯事ですから、あれを演技と言い切ってしまうのは少し不適切かもしれません。へえ。ミス銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算して変数に対する備えを残しておいたのです。おそらく彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報、そしてそれと共に訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これでは彼女の計画が台無しになってしまいます。 I see. So that's why she had to take the risk. これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う。あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物足りない。クラブだけが私を楽しませてくれる。現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の天才が手を取り合って私に招待状と挑戦状をくれた。断るわけにはいかない。あなたなら断れる？あなたは逃げ切れると確信しているのですね。その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。あ、When did you...? お、複製品ですか。会話の最中にコピーしたのですか。 Damn. そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く？スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに歴史になる。今日の勝者は一人だけ。お願いだから私を楽しませて。申し訳ありませんが、ミス金の、あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞすぐにでもここから立ち去ってください。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠いルケーチに放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩習は私とは無関係です。論理、私があなたを止めることはありません。ん？じゃあこのカセットを持って行っちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。スクラムを言う器物は計画の初期段階に他の場所に移しました。結論、そのデータは自由に共有していただいて問題ありません。
また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかし、きっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ、私が今ここで模擬宇宙を破壊したら？こう言っては失礼ですが、あなたにはできないでしょう。エーテル編集も万能ではありませんので、宇宙を破壊するのは不可能です。何これ？あなたたち、わざわざ罠を仕掛けておいて、本当に何もしないつもり？はい。これであなたが一生懸命準備したゲームは、あと一歩というところで台無しになった。そうでしょう。プレイする面白みがなければ、ゲームの意味はありません。銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することができない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。あなたの要求には屈しない。これが私とヘルタさんが至った共通認識です。本当につまらない。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。計76個。すごい数ですね。リバースハック。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。もちろん連携しているゲームのデータも一緒に。何を言ってるの？ちょ、待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとっては楽しいだけでなく、問題を解決する手段としても使えるのですよ。さあ我々もここを離れましょう。はい。 Alright, challenge completed. And let's get the heck out of here.Beat map explosion? Hacking call card? Level 1? Okay, now where the heck is her? Oh, there she is. 完全勝利。どう、お子ちゃま。これで私の凄さが分かったでしょ？ Was it all part of your plan? もちろん。宇宙ステーションのことはどうでもいいけど、私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。もうカンパニーにあいつのアカウントを全部凍結してもらったんだ。あの小娘、今頃パソコンを抱えて泣いてるかもね。Damn, that's cool. That's cool. ありがとうございました。今回の勝利は、あなたとレオナードさんがいなければ実現しなかったでしょう。今回の件について他に質問はありますか？ OK. So what is Silver Wolf truly after? 彼女のターゲットは一貫してエーテルカセットでした。ただその過程で私とヘルタさんに勝ちたいという思いが生まれたのでしょう。OK. 複雑な謎解きも一見無駄に思える配置も彼女にとってはゲームの一環なのでしょうね。Will the space station be invaded again? 銀狼が残したバックドアのことでしたら、オフィスの中にある一つを除いて全て削除されました。ご安心ください。宇宙ステーションはそれほど脆弱ではありません。宇宙大戦争も今回の件も、ヘルタさんの計画のうちなんです。I want to ask about something else. どうぞ、何でも聞いてください。Will you still shut down the simulated universe? もちろん、そんなことはしませんよ。私とヘルタさんは、研鑽の方向性こそ異なりますが、模擬宇宙が我々の共通したテーマであることは、紛れもない事実ですから。しばらくは宇宙ステーションに
滞在し、新しい宇宙の分岐がどのような驚きをもたらすのか、間近で見ていようと思います。Okay, then what is the ultimate meaning of the existence of the universe? その答えは一つだけではありません。宇宙は人によって全く異なる意味を持っているのです。感情が交錯する有機生命体にとっては、季節が移ろう中の落ち葉、あるいは時間によって刻まれた体のシワかもしれません。本能に従うスウォームにとっては、複眼に映る新鮮な肉、あるいは髄を味わいたいという興奮と渇望かもしれません。そして私にとっては、テキストになってもなお人の心を揺さぶる情景、あなた方が感情と呼ぶ偉大なるものなのです。ああ、それから宇宙の存在意義の答えは二桁の数字に過ぎないという説も聞いたことがありますね。 OK, well, this is a weird question. What do you plan on having for dinner? I'm just going to skip that conversation. That's all the question I have. 我々の終点は異なるかもしれませんが、それでも無数のレールが交わることはあるでしょう。知識を求めることこそ開拓における最良の助けとなるのです。 OK, now back to Leonard. ミス・ヘルタが僕に調査を続けるように言ったのは、蛇をおびき出すためだったんですか？彼女は最初から宇宙ステーションにハッカーが残した罠があることを知っていたんですね。You were the most fitting person. 実はさっきミスヘルタからいいんじゃないと言われたんです。想像できますか？ミスヘルタに認められるなんて一生の思い出になることですよ。これで首を心配する必要もなくなりました。イエーイ。これで事件も一段落しました。さあ、最後のバックドアを閉めましょう。 OK, clear out the last gravity scan. You watch the image of the wall slowly dissolve and disappear, and that's the end of it. Wait. なくなった。全部本当に一つも残ってない。ひどい、ひどすぎる。Hi, Mommy. How are you doing? もう泣きわめたりしないの。小さな子供じゃないんだから。Where is this place? 泣きわめたりなんかしてない。はいはい。それでこれからどうするの？近くのカンパニーの支部をハッキングしてアカウントを取り返す？もう。一つ二つなら簡単だけど、今回は数が多すぎる。ほぼ全部やられたから支部じゃダメ。フィアポイントに行かないと。そこはカンパニーの本部よ。君一人で行くつもり？そうだけど。何？一緒に行きたいの？それは無理ね。忘れた？エリオの次の脚本には私が登場するの。Next script? ああ、そうだった。あの脚本は私には向いてない。そっちは頑張って。君もピアポイントで楽しめるといいわね。安心して、もう考えがあるの。見て、 2km 離れたところに白雲レストランがある。建築材料物流部のアルバイトが入ったばかりだから、まずは彼らとお友達になろうと思って。もう動き始めるの？まずは恋焦がれたカセットを堪能すると思ってたのに。言ったでしょ、別に恋焦がれてるわけじゃないって。それにプレイしながら向かえばいい。 She starts running through the effulgent neon lights just as she had left her home with a night spitting towards the stars. StarlightElongates a shadow, illuminating the history of Fang Lord, those who penned the legend, their vows remembered by the stars. The earliest role-playing gamer said, games are about growth.
The calm tactical strategy gamer said games are about the victories. The rebellious collaborative gamer said games are about encounters. The loving narrative gamer said games are about remembrance. And now the young galactic adventure gamer, she said, Game wa asobu tame ni aru. Sore dake. And that's the end of Punk Lord Mentality Story Quest. Well, that's unexpected. Okay. New mission. Max level achieved, okay. The end of Eternal Quest. Okay, let's activate all the light cones then. Alright. Got myself a new light cone.